はい、じゃあまた行ってきます。おかしいところが何箇所かある。この中心が透明になっちゃったのと、上部分と横、3箇所直しましょう。まず、中心は、10を入れちゃダメなんでね。ここが9まで。9まで、19まで、9まで、19まで、これで、はい、OK で、ここが4、4、4、4ね。ちょっと式直すのがめんどくさいね、これ。やる？やるか。4、9。はい。これなんでこれ2個もあんの？よし。OK、これでいけるはず。OK。向こうは？変わっとらんがな。なんぜ？ああ、Z か。Z 軸のガラスの位置もおかしっちゅう。ことやな。これが、なんぜ？キワキワにガラスを貼るからすれば OK で、19、19、9、19、9、19。まず、ちょっと待って、ここ直ってないやん。何にも。ここ9にしたら飽きまへんな。ああ、ここ11で。で、なんでや。デリートしてもう一回 B します。いけた。ああ、綺麗にいけた。ああ、あれなんでやったんかな。まあいいや。これで、こっち側壁できたし、まあいいか。横はやんなくて。横やるとめんどっちいわ。よし、じゃあ最後に、3階建て。間違った。ああ、まあいいか。おお、いいね、できたね、一瞬で。はい、ビルができました。じゃあこれね。ビルだけじゃない。あかん。疲れて何言ってんのかよくわからなくなってきた。10階建ていきましょう、これで。はい、行きますよ。はい。ポンポン。あれ、なんか。段差できちゃったけど。あれ、なんで段差できたん、これ。謎の段差ができました。ああ、これ段差できてない。
なんか 一瞬動いちゃったのかな、多分動いちゃったのかな、動いちゃった気がしないけど、まあ、一応これでビルが簡単に建てられるプログラム作れました。パチ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 ってことで今日は終わります。